はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはブライトというゲームですね。こちらね、斜め見下ろし型の本格派サバイバルアクションゲームということでね、結構ね、クラフティングとかリアルで細かく面白いんですよね。今回はデモ版をやっていきたいと思います。それでは行きましょう。ニューゲームです。はい、ということでこちらが私のようですよね。結構グラフィックも良くて期待できそうですけども、私はどこなんでしょうか。これ無人島でしょうかね。降り立ったということになると思います。左側のステータスですけど、ブライトというステータスがありますが、これはね、放射能的な有害な霧のようなもんだと思いますね。近づくと体内にね、蓄積してこれが溜まっていくよということだと思います。あとはエナジー、スタミナだと思いますね。ハンガー、食欲、サースト、喉の渇き、そしてヘルス、体力ということですね。今持っているのが、これはね、斧ですね。ハンマーに持ち替えることもできるよということで、これがハンマーかな。うん。これね、クラフティングで使うようですね。まあ、一応、アックスをね、持って進めましょうか。ここにあるのが、これなんでしょうかね。細かい枝でしょうかね。一応取っとく。そんな感じにしときましょうか。よいしょっと。それ以外にも、いくつかいろんなものがね、基本的に取れるみたい。これは小さな石、大きな石も取れるぞ。そうかそうか。多分ね、持ち物のね、容量は決まっているから、たくさんね、持つっていうのは難しいんだと思いますが、周辺のものをね、ゲットしていきましょう。さあ、今回はデモ版ということで、チュートリアルがありますね。とにかく石をね、小さい石ですね、10個集めようということで、キャンプ場をね、作るみたいですね。私の、暮らす拠点をね、決めなければいけないのか。お、向こう側に霧があるぞ。ここに行くとね、体力が削られたり、体にね、霧の蓄積があるみたいなので、ちょっと避けていきましょうか。マップ的にはどうなんでしょうか。全体マップってどうやって見るんだろうな。多分なんだけど、このゲームね、結構広いマップのようなんですよね。まあ、とにかく、近くに暮らす場所を早々に決めていきたいよね、ということですね。はい、これで10個揃いましたね。どこら辺に拠点を構えればいいんだろう。霧が移動してきたりしたらね、厄介ですよね。まあ、とにかくそうだな、ここら辺にやっとこうか。ね、ここら辺に設置しましょう。そしたらば、ビルドかな。ビルドでファイアーピット、こちらですね。ここに設置しておきましょう。よし。設置したらば、今度はね、ハンマーに持ち替えて、コンコンコンとやってくださいという指示のようですね。よいしょと。はい、これでコンコンコンと。いいね。なかなか面白そうですよね。素朴です。そして木を多分ね、切った方がいいんだよな。で、木を切ります。ここら辺の木、ラージツリーですかね。これを切っとこうか。ラージツリーだから相当ね、大変なのかもしれないけど、向こう側にあるのはね、もうちょっと小さい木だから、向こうもね、合わせて切っていきましょう。はい、そしたらば、おっとっと、危ない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 。うわ、すごい。いろんなものが飛んでったんだけど。これも枝かな。太い枝ゲットしましたね。ここにもあるか。ね、こんな感じですね。よいしょと。で、これはさらにね、切ってって丸太にしていくということみたいですね。よいしょと、はい。そしてこれゲットする。結構持てますね。よしよしよし。これも切っておきましょう。はい。そして、これもゲットですね。なんだろう、これ。ちょっとしたね、草もありますね。それも取っとこうか。はい、小さい木もね、切っておきました。これもね、さらに丸太に変えていきます。よいしょと。次ね、我々がやるものとしては、このね、キャンプ場の周辺に、ベッドロール、寝る場所ですね。それを設置しなさいと言ってますね。これか。これを置きましょう。どこに置こうか。ここら辺にね、置いておきましょうか。こんな感じにしました。そして、たらば一旦木をね、中に入れていこうかな。こんな感じで丸太がね、がっつり燃料として入れられますね。なんかクッキングとかもできるみたいですね。さあ、そしたらば一旦ね、これで着火させましょうか。これによって火がつきましたということか。ほう、面白いな。それ以外にも我々いくつかね、作れるものがあるみたいなんですよね。これがね、クラフティングできるものなんですけども、結構いろんなね、種類、そして細かい種類がね、クラフト可能みたいなんですよね。例えばですけど、我々ロープね、作れるね。ロープを一応作っておこうか。
それ以外にも粘土があればね、ブリック、レンガが作れるみたいだな。あとはストーンボール、これちょっと必要そうだな。ね、石のお皿、これを作って、とりあえず水をね、この中に入れて、煮沸して飲むということをやっていきましょうか。よいしょと、ゲットしましたね。そしたらば、これを手持ちに変えるっていうのはどうやってやるんだろう。ここら辺に置けばいいのかな。こんな感じですね。よしよしよし。そして、今手に持ってんのが、このお皿ですよね。ほい。そしたらば、水のとこに行って、水をね、汲んできましょうか。よーいしょと。結構リアルだよね、このゲーム。面白いよね。水が入ってます。これだけを飲んでしまうと、多分ね、お腹壊すんですよ。そしたらね、調理のような要領で、これをここに置いておきます。そうするとね、20分後に、浄化されたね、水が出来上がるという仕組みかな。よしよしよし。さあ、それ以外にも我々は何を必要とするか。もう少し石を取った方が良さそうだ。なんかね、ここをね、自分の領土だよって主張するためのね、石のね、積み上げみたいのをね、作れと言ってますね。そういったものも作れるのか。それ以外これなんだ。おー、植物ですね。ひょっとしたらね、ジャスミンティーのようなものが作れるのかもしれません。さあ、これも取っといて、これも取っといて、あとでね、薪にくべる用ですね。ここら辺もさっき取れなかったから、がっつりがっつり取っていきましょう。石がないかな。石もうちょっと走って向こう側見に行きましょうか。こう、あ、下にも霧があんじゃん。これやばいじゃん。我々早速なんか、すごい厳しい場所にね、生存しておりますけども。わ、皆さん、この霧の中にね、光ってるものがありますね。どうやらキノコ類っぽいやつですね。これ取りに行ったらやばそうだな。後でちょっと取りに行きますか。多分私のゲージがね、グイーンって上がっちゃうんじゃないのかな。よいしょよいしょ。とにかく石をいくつか取ったらば、クラフティングをしていきます。よいしょと。何をね、作るかというと、こちらですね。これで領土主張ができるということみたいですね。よし。こちらでゲットしました。そしたら一旦戻った方が良さそうだな。戻ってみましょうか。おおお、なんだなんだ。今なんか変な動物がいた。多分ウサギかな。そしたらば、さっき作ったこちらを拠点にね、設置していきましょう。ここら辺に置けばいいと思うんだ。これで、ここは私の領土ですということになるみたいですね。あとは木なんかも置いとく？丸太を入れとくか。ね、一応くべとくみたいな感じで。3時間ですね。500度。続いて粘土をね、探しに行きましょうか。浅瀬のところに多分、わーっと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 、あまり入んない方がいいのかもしれないね。浅瀬のところに粘土があると思うんだけど。ちなみにこれはロープの元になるので、サクッと取っておこうかな。ウサギをね、取るための罠っていうのも作らなきゃいけないから、ロープはね、必需品ですね。さあ、粘土を見つけました。これ大量にゲットしておきましょう。柔らかい、非常にね、濡れた粘土のようですね。そして、この粘土でいろんなね、陶器を作ることができるんだと思います。あと、このスティックもゲットしておきましょう。これなんだろう？松ぼっくりみたいなもんですね。ゲットしとこうかな。そしたらば、ロープ作れないかな？やってみようか。こちらですね。よいしょっと、作っておきます。これでロープは2個目かな？もう少し作っていこうか。3個作ります。4個ぐらい作れる？ 4 個ぐらい作れそうですね。4個作っておきましょう。そしたら、トラップというのがあるので見ていこうかな。やった！これでウサギが取れます。そしたらば、お肉がね、ゲットできるということになりますね。よしよしよし。順調ですね、我々。そしたら、これを置きましょうということになるんだよね。どこに置く？あんまり我々の拠点の近くに置いても、ウサギは来ない可能性があるから、一旦ね、ここに置いておきましょうか。続いてですけど、粘土をね、レンガに変えましょうという指示がありますので、サクッとやっていきたいと思います。今回はこれ、柔らかい粘土のレンガということで、これをね、成形していくんですね。よいしょよいしょと。どんぐらい作ればいいんだろう？結構作った方がいいのかな？っていうのは、これが素材になって、様々なね、施設を作ることができるんだと思うんですね。よしよし。でもね、粘土そんな取ってきてないんだよな。もっと浅瀬に行って、たくさんね、粘土の元をね、取ってくる必要がありそうです。はい。そしたらね、一応成形した粘土5個できましたので、この中に入れていきましょうか。
これはここに入れとくんですね。いい感じ。そうするとね、パーセンテージがどん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 上がっていきますね。これによって硬い粘土に変わるんでしょう。そうこうしているうちにお水ができましたとさ、ということで、これ飲みましょうか。今ね、私、喉の渇きは32ですね。これが増えるんだと思いますね。さあ、飲んでいきますよ。よいしょと、全部飲むとしました。グイングイングインと上がってるね。いいね、いいね。これもう一回ね、水汲んどいた方が良さそうですね。わ、なんかね、素朴ですけど、サバイバル感がね、非常にいいです。リアルな感じがしますね。そしたらば、ここに置いとくんだよね。また、おいしょと、よろしく頼みますと。2時間ぐらいね、この火はね、燃えるみたいだ。隣にあるのはなんだ、これ、人参ということで、人参的なね、やつだと思いますね。漢方の原料だと思う。こちらですね。これは食べれるんではなくて、なんか作るためのね、材料の一つという位置づけのようですね。そしたらさらにね、丸太を取っていきましょう。多分なんだけど、これクラフティング要素がかなりね、複雑で、焚き火にするには、この丸太をね、焚き火の中にね、一気に突っ込む、おーっと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 、行っちゃった行っちゃった。わ、すごい。あ、もうダメだ。そこまで行っちゃったのか。行けるかな？大丈夫かな？よし、取れた。よいしょっと。あー、水かなり入っちゃった。私がね、ずぶ濡れになっちゃってる状態だと思いますね。さっきね、話の途中になっちゃったんだけど、丸太ね、この中に放り込むと、燃焼時間としてはね、あまりね、効率的じゃなさそうですね。そのために何やるかっていうと、こちらですね、ファイアウッド。要はね、丸太を薪に変えるっていうね、作業が必要そうです。やっていきましょうか。お、斧が濡れちゃってるって書いてある。結構このゲーム細かいね。さっきね、湖の中入っちゃったからね、斧が濡れちゃったよということで、多分ね、切るのがね、効率悪くなってるのかもしれない。さあ、ファイアウッドを用意したので、ここに入れていきましょうか。そしたらね、レンガが出来上がったようなので、一応手元に置いておきましょうか。で、このレンガでなんかね、作れないかを見ていきましょう。これがね、いろいろ作れる施設とか道具なんですけど、結構いろんな種類がありますね。粘土をもうちょっと集めないと、炉みたいのはね、作れないみたいですか。そうかそうか。あ、雨水をね、集めるものみたいなのもあるのか。それにはショートプランクス、ちっちゃいね、板が必要だとか書いてあるな。なかなか様々な種類のアイテムをもっともっとね、探しに行かなきゃいけないみたい。さっきさ、光っていた、キノコあったと思うんですけど、今回はね、これ最後取っていきましょうか。大丈夫かな？体力削られそうだけど、一気に行きますよ。よいしょと。はい、取った。わ、なんか取った。やばいやばい。私なんか感染した。うわ、すごいすごい。すごい光になっちゃってるぞ。え、どういうこと？これ、手放せってことかもしれない。え、食べるっていうのもあるけど、これ、いや、食べちゃう。やばそうだ。置いときましょう。うわぁ、なんか目がしばしばしてるんですけど、これはもっちゃやばいやつなのか。そうかそうか。なんかこの島にはね、大きな大きな謎がありそうですね。ということで、今回はちょっと就寝しとこうかな。ね、体力も相当削られてしまったので寝ちゃいましょう。何時間寝るかっていうのが書いてあるんですけど、8時間ですね。ぐっすりおやすみなさい。はい、ということで朝になりましたね。相当お腹が空いたというね、メッセージがありました。今回はここまでにしたいと思います。なかなかね、面白そうな、よくできたゲームだと思いますね。こちらデモ版ですので、気になった方はね、ぜひね、 Steam でダウンロードしてプレイしてみてください。続きがね、気になる方いらっしゃったら、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack, pack here, pack in. Pack, pack here, in. Pack, pack, pack here, in. Back coast, hold back there, in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty.